ビュルテンベルク公領の接触体制を示した、同伴が、義子のマグダレーナジビューラ、老いのエーバーハルトルートビヒの上位に置かれた、フリードリヒカールフリードリヒカールは、ドイツのビュルテンベルク公爵下の分子、ビュルテンベルクビンレンタール家の子祖。老いのビュルテンベルク公、エーバーハルトルートビヒの接触を務めた。ビュルテンベルク公エーバーハルト三世と、その最初の妻で、 ザルムイコールキルブルクク・ヨハンカジミールの娘であるアンナカタリーナの間の第十三子7男として生まれた。1677年11月27日に新生ローマ皇帝レオポルト一世により兄ビルヘルムルートビヒの維持エヴァーハルトルートビヒの筆頭貢献人に任じられビュルテンベルク公領の摂政を務めることになった。 1693年1月22日に、老いの成人に伴って、摂政を退いている。摂政を在任中、内政面では特に教会、学校制度の拡充に重点を置いて、両方の強国化を推進した。1686年、シュトットガルトに最初のギムナジウムを設立させている。外交面では、大同盟戦争に大きく影響された。 1688年、エーバーハルトルートビヒを連れて、ニュルンベルクへの逃亡を余儀なくされている。1692年には、エーティスハイム郊外で帰化の4000人の部隊と共に、フランス軍の包囲、攻撃を受け、捕虜となって、ベルサイユに連行された。翌1693年に1月に釈放された際、対立関係にあった義士のマグダレーナ・ジビュラは、数密顧問官たちと図り、 皇帝の許可を取り付けて、息子、エーバーハルトルートビヒの成人を予定より早く宣言した。摂政を不当に解任されたことに対する保証として、フリードリヒカールは相当額の金銭を送られた。また皇帝により、帝国陸軍元帥の地位を授けられている。1694年により、バーデン・バーデン編教迫ルートビヒ・ビルヘルムの指揮下で皇帝軍の戦いに参加し、 一時は、自らも、皇帝軍の最高指揮官を務めた。1698年、持病の梅毒の悪化により死去した。1682年10月31日に、アンスバッハにおいて、ブランデンブルクアンスバッハ編脅迫、アルブレヒトの娘エレオノーレ・ユリアーネと結婚し、マニゴナン二女の七人の子女を設けた。ありがとうございます。